ございます。ケンです。今回は2025年5月の第4週に起きたテスラの重要なニュースを1本にまとめてお届けします。この1週間、テスラの未来を左右するような大きな動きがいくつもありました。ついにロボタクシーが始動するという発表、そして完全無人運転のテストが成功しているというイーロンマスクさんの発言、 さらにテスラ株をめぐる機関投資家たちの動きだったりテスラの新機能のアップデートも盛りだくさんです。この動画ではテスラオーナーの方やテスラ株に投資をされている投資家の方が知っておくべき7つの重要テーマに絞ってわかりやすく解説していきます。未来が動き出した今どんな変化が始まっているのかぜひ最後までご覧ください。 今週最もインパクトが大きかったのはやはりロボタクシーに関する発表です。テスラは6月12日からアメリカテキサス州のオースティンでロボタクシーサービスを正式にスタートさせると発表しました。運用の開始時点では招待制の限定運用となり10代から20代のモデル Y が使われる予定です。このモデル Y には FST, unsupervised, つまり完全無人運転機能が搭載されているとのことです。 実際にイーローマスクさんは自分自身の X ですでにモデル Y が運転席無人で行動を数日間走行していると投稿していてしかも現時点では事故はゼロと語っていますさらに衝撃的なのは来月には工場からお客さんの自宅まで車が自動で納車される未来も始まると発言していますこれが実現すれば私たちの車を持つという概念が 根本から変わる可能性があります。移動手段としての車からサービスとしてのロボタクシーへ、所有から共有、そして自動運転による無人化と社会全体のインフラが変わっていくということになるかもしれません。テスラが描く未来はもう SF の話ではなく、 現実として動き始めています。次に注目されるのは、このテスト運用がどこまでスケールし、世界中に広がっていくのか、 この点は今後の株価や事業戦略にも大きく影響しそうです。そしてロボタクシーの話題と並んで注目を集めたのがイーロン・マスクさん自身の動きです。5月末、彼はトランプ政権下で任命されていた同時、つまり政府効率化省の責任者を正式に退任しました。 この同時という役職は行政の無駄を排除し政府の仕組みを効率化するという役割でしたがイーローマスクさんはワンビ Big Beautiful と呼ばれる新たな法案に失望し自らの役割を終えたとコメントしていますそしてこの政治的な話なんですけれどもここからが本題ですイーローマスクさんは同時退任後 再び24時間365日体制に戻ると発表しました。これはイーロン・マスクさんがテスラ創業期に行っていたように会議室やサーバールーム、さらには工場の中でも寝泊まりし、 現場に張り付くというスタイルです。実際 X の投稿では私は再び会社で寝ると宣言しています。この姿勢の変化は X や SpaceX、XAI など複数の事業を抱える中で再びテスラにリソースを集中するという意思表示とも受け取れます。この動きに対して投資家側からも大きな反応がありました。アメリカとヨーロッパの12の機関投資家が連名でテスラの取締役会に イーロン・マスクさんは最低でも週40時間はテスラに専念すべきと要望する書簡を提出しました。この背景には2025年第一四半期の決算があります。売上は前年同期比で13%減、純利益は71%減という厳しい内容でした。株価も2024年末から約24%下落しており、テスラの未来に対して 不安の声が出始めています。だからこそ、イーロンマスクさんが再び現場に戻るという動きは、多くの投資家にとっては安心材料になりうるはずです。カリスマ経営者が現場に戻ってきた。 このメッセージはマーケットにとってもポジティブに映ったはずです。今後の注目のポイントとしては、イーロンマスクさんがテスラにどれだけの時間とエネルギーを注ぎ、実際の事業の立て直しや成長戦略をどこまで具体化できるかという点になります。では次の話題ですが、テスラといえば自動運転やスピードだけではなく、安全性や環境性能でも常に業界をリードしています。 今週もその取り組みを象徴するようなニュースがいくつか発表されました。まず注目したいのが子供置き去り検知機能です。 これは車内に取り残された子供を検知し警告を出すという命を守る機能で2024年以降のモデル3の欧州モデルこちらに搭載され始めています具体的にはキャビンレーダーが車内のわずかな呼吸や心拍を感知し異常を察知するとライトが点滅し警告音を鳴らしスマホのテスラアプリにも通知が届く仕組みです将来的にはエアコンを自動で作動させたり緊急通話 通報するる機能も検討されているそ,うですそしてもう一つ、環境面での大きな成果があります。これはテスラに限ったことではないんですけれども EU とロンドン交通局の共同研究によって EV はガソリン車と比べてブレーキダストを83%削減できるという結果が発表されました。ここでポイントになるのが改正ブレーキという EV 独自の仕組みです。 回生ブレーキとは減速時にブレーキパッドを使わずにモーターで減速しながらエネルギーを回収する技術のことです。これによりブレーキパッドの摩耗が少なくなり、 空気中に舞う有害な微粒子、つまりブレーキダストが大幅に減るんです。EV は走行中に排出ガスを出さないだけではなく、こうした細かい部分でも確実に環境に優しい進化を遂げています。テスラはこうしたテクノロジーを通じて、単なる電動の車ではなく、未来の社会インフラを目指しているとも言えるかもしれません。では、ここからは少し視点を未来に向けてみましょう。今週、イーロンマスクさんは、 自身の X アカウントで驚くべき発言をしました。なんと人型ロボットのオプティマスを2027年にスターシップで火星に送る構想があるということです。オプティマスはテスラが開発中の AI 搭載の人型ロボットで、これまでは工場内の単純作業などを自動化する目的で紹介されていました。しかし今回の発言は、それが地球を飛び出して宇宙で活躍する未来を視野に入れているということを意味しています。 イーロンマスクさんは火星を歩くオプティマスを見たいと語っており、テスラが AI とロボティクス分野でも本気で次のフェーズに進もうとしていることが伺えます。一方、地球上では新型 EV らしき車両の目撃情報もありました。カリフォルニアのフリーモント工場ではカバーで覆われた小型の車両がテスト走行しているのが確認され、これがテスラの次世代モデルではないかと注目されています。 この車両はモデル Y よりも明らかにコンパクトで手頃な価格帯を想定したエントリーモデルの可能性も指摘されています。すでに生産ラインは一部共有されているとも言われていてリリースが近いのではないかという見方も出始めています。さらにライバル企業の動きも加速しています。中国初のポニー AI はドバイの交通局と提携しロボタクシー展開を発表、そして Google 系の未来学者レイ・カーツワイ ファイルさんが率いるビヨンドイマジネーションは医療や介護分野に向けて ai ロボットを開発し1億ドルの資金調達を実施したと報じられましたつまり今テスラを中心に ai ロボット次世代モビリティの未来への競争これが始まっているとも言えますこの先5年 10年の未来を考えるときに今週のニュースは大きな伏線になるかもしれません。さて、テスラのすごいところは買った後も進化し続けるという点です。今週も新たなソフトウェアアップデートがリリースされ多くの機能が追加改善されました。こちらに関しては日本でもアップデートが始まっています。まず注目なのが iPhone ユーザーにとって嬉しいライブアクティビティーズへの対応です。最新バージョンでは iOS17.2 2以降の iPhone でロック画面やダイナミックアイランドにリアルタイムの充電情報が表示されるようになりました。 例えば自分のテスラが今どれだけ充電されているのか何キロワットで充電中かどれくらい料金がかかっているのか全部スマホから確認することができるようになりましたさらにアップルウォッチにも対応しているので手元で車の状況をチェックできるっていうのは非常に便利じゃないかなと思いますそして次に紹介したいのがソフトウェアバージョン2025.14.12で追加された機能ですアダプティブヘッドライトが進化し夜間に対抗 行者や自転車を検知すると 自動で光の角度を調整してくれるようにもなっています。これにより眩しさを軽減しつつ、視認性を保つことができます。また、視覚カメラが運転中にもドライバースクリーンに表示されるようになることで、車線変更時の安全性も向上しています。こちらはモデル S と X に関してです。さらに、車線逸脱を防ぐ補助ステアリングや、高速道路を下げたいルートが選択できるナビ機能の強化も追加されています。他にも Apple Music の読み込み速度の 改善だったり、トランクの高さを記憶する機能、走行後も一定時間アクセサリー電源を維持するなど細かいけれども便利なアップデートが満載です。 こうした機能がある日突然自分の車に追加されるのがテスラの魅力です。車を買った後もアップデートでどんどん価値が増えていく。これが他の自動車メーカーとは一線を画すテスラならではの体験と言えるのではないでしょうか。はい。ということで今週のテスラはまさに未来が動き出した一週間だったと言えるのではないでしょうか。ロボタクシーの正式指導が6月12日に決まり無人運転のテストが 実際に行われていたことが明らかになりました。しかも現時点では事故がゼロという実績まで出てきています。これはテスラが単なる EV メーカーではなく、モビリティ革命の中心にいることを再認識させるニュースと言えます。 同時に、イーロンマスクさんの同時退任や24時間体制の復帰宣言など、経営トップとしての動きも注目されました。一方で、機関投資家からのテスラにもっと集中してほしいという声もあり、イーロンマスクさんへの期待とプレッシャーの両方が見えてきています。 テスラ社自体も子供置き去り検知機能やアタブティブヘッドライト、ライブアクティビティーズ対応などソフトとハードの両面でも着実に進化しています。買った後にも価値が増えていく車っていうのはやはり強いなぁと僕は思いますけれども皆さんどうでしょうか。そしてさらに火星 A のオプティマス構想や新型コンパクト EV の目撃情報もあり近未来に向けたワクワクするような伏線もいくつか登場しました。そして来週に注目すべき ポイントは次の3つです。 一つ目はロボタクシーの実証運用がどう報じられるか6月12日の本格指導前にさらなるリークやテスト情報が出てくる可能性があります二つ目はイーロンマスクさんの行動今後も X やスペース X、XAI の動向がテスラとどう連動していくのか注視が必要ですそして三つ目は株価と基幹投資家の動きです決算数字を受けた基幹投資家の売買動向は 今後の株価の行方を大きく左右していきます。来週もテスラは話題にこと欠かさないはずです。このチャンネルでは引き続き最新情報を追っていきますので、まだチャンネル登録がまだな方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になった、面白かったと思われたら高評価で応援していただけると嬉しいです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。 推進です。 今日は日曜日ですので、アンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですけれども、テスラ株は先週末は339.34ドルで、今週末が346.46ドルということで、正解は上がるとなっております。今回は511票をいただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて70%で、この方たちが正解となっております。では次にコメントをしてくれ た方の結果を見ていきたいと思います。 コメントですが、今回は7名の方が正解となっておりまして、これに伴い連続正解ですが、春月さんが久しぶりに4週連続正解となっております。そして今、4週連続正解の方には、社内で使えるカークリーナーをプレゼント企画していますが、初のプレゼントになります。春月さんおめでとうございます。僕の公式 LINE の方から連絡をいただければと思います。さあ、春月さんの連続正解がどこまで伸びるのか、来週も期待したいと思います。 春月さん頑張ってください。そしてぜひ皆さんもゲーム感覚で参加してもらえればと思います。そしてこちらのアンケートですけれども、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらおうということです。 株式投資では株価予想などいろいろとあると思いますけれども実際に毎週毎週やることでその難しさがわかると思いますそして株式投資で上がるのか下がるのかそれがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思いますしかし毎週行い自分はこういった理由から上がると思う下がると思うと毎週毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多い 多く主張されていて投資をする際には何かしらの根拠や 分析をもって投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので分析力アップ。そしてぜひ他の方のコメントもご覧になられてみてください。そうすることでその視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったらいいねボタンを押してあげたりコメントに返信されたりされてください。そして コメント欄を通じてご自身ののの株式投資の勉強の場とししてて活用してもらえればと思いますということで、本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚で参加してもらったらと思います。きっとご自身のレベルアップにも繋がると思います。では、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。